この場所は羽田空港行きです。これより先、高速道路を走行いたします。シートベルトの着装をお願いいたします。めっちゃ美味しい。ねえねえねえ。お前1歳なの？違うよ。え？秋に昨日もらったの。美味しい？美味しい。よかったね。実際美味しいよ。はい、美味しいよ。実際美味しい。一歳から勧められた。今からどこに行くんですか？ハロウィンに旅立ちます。一歳全然話が通じないわ。どうしよう。食べてる瞬間を撮る忘れたね。撮れた？わかんない。アロハちゃん、リーちゃん、今日から私がリーダーだから、ゴロゴロよろしくね。今日は可愛いお相手助手のあんちゃんと、もう寝てる、もう寝て、これもう寝てます、あ、起きてたわ、にゅいちゃん、あんちゃんとにゅいちゃんでお届けしました。バイバーイ。来たスキーだから。すごい、すごい、美味しそう。ありがとうございます。大盛り上がり、はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。美味しそう。来た。いただきます。美味しかった？美味しかったんです。美味しかったんです。また来たいと思いました。また来たいです。ありがとうございました。まだ始まってないけど。さよなら。さよなら。早く頑張れて、いい歌を歌いたいと思います。はーい、イエーイ。え、すごいよ。ここでライブすんの？すごいんだけど。本当だ、すごい。すごい。これはすごいわ。何これ、すごいっす。おはようございます。大丈夫です。行きましょうか。じゃあゆっくり撮っていただきながら、はい、すごい。これでも VG じゃあんまり。
から洞窟の天井がここも大昔はあったんですよ。へえ。その天井がドサッと崩れ落ちて谷間になった場所なんです。ああ。元々は洞窟なんですよ、ここも。へえ。絶好天井上がるんだけど。あれの方が結構綺麗なんですよ。ね、綺麗。すごい。ねえ、嬉しい、こんなところにライブできるなんて。さっきの会場の洞窟も、うん、ここら辺の崖も全部珊瑚礁なんですよ、もともとは。大昔海だったみたいで、ここ。すごーい、すごいね。沖縄だと妖怪が住んでるって言われてて。この場所までティラノに歩くんですよ。伸びてきて地面につくと根っこ張って、でああいう丈夫な根っこに変わるんですね、あの太いやつ。で、え、地面の栄養がなくなると古いところ枯れちゃったりするので、新しい根っこにこう、この子多分上から降りてきてるんです今。すげえ、すごい。ちょっと滑りやすいんですけど、上まで登って大丈夫ですよ。中にですね、ちょっと実際には見れないんですけど、こちらに写真を、こんな写真が、すごい、おっぱい、あ、そうなの。お尻と、すごい。なので安産とか良縁にお参りに来る方が結構いますね。すげー。そうなんですよ。ちょっと滑りやすいのでここもゆっくり行きますね。はい。で、まだ奥まで行ける、すごい、マジで暗い、暗い。男の神様です。嘘、これ自然にできてるんですよ。すごい。ちょっともうちょっと照らしてよ、もう。男の神様、こちらになります。あ、こちらがあの噂の、はい、男の神様ですか。はい。立派ですね。立派ですね。立派です。すごい。でもそう考えるともう大量に。確かに大量だね。よし。ありがとうございました。歌が上手に聞こえそう。本当だね。うちの一番人気。うちの一番人気がもうすぐそこに。楽しみですね。楽しみです。すごい。でかいね。すごいね。でかっ。すごい。本当だね。この真上だけ洞窟のテントが残ってるんですよ。これが本当はずっと全部つながってて、そう、洞窟だったんですよ。それはここ、これ300年前のお墓の跡なんですよ。中空っぽなんですけど、親戚の方々まだお墓参り来るんですよ。親戚が来るの？来ます。上原さん家のお墓なんです。上原さん家の。なんか、いや、こういうところで演奏するときってすごい音が響くのかなって思ってたら、思ってたんですけど、なんか全然そんなことないよって言われて。そうなんです。小乳石が全部吸収してくれるので。ね、すごくデッド。なんていうの、変な感覚だね、あの防音室に入ってる時の。そうだね、本当にこれ音を吸収してるんで静かですね。静かなんだ。なんかさ、耳ちょ、なんか変な感じですね、体が。静か。無理、静かにできない。静かって言われると静かにできない。あー、すごい静か。やばい。本当だね、静か。うちのゴール地点です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しいです。感激。ね、うん、広いね。広いね。
でかでかすごい元へついてるすごいよいしょそうこの子ちょっとこっちからお待たせしましたこっちからですこの方が踊ってからすごい頭いいですよじゃあ私仕事あとはですね、乗っけるイメージですね。ポーズ乗っけて軽く来たのです。この人写真2枚出しますよ。2枚にします。あ、2枚お願いしていいですか。すごい写真撮れるの。はい、じゃああとは笑顔でカメラ見てください。はい、行きますよ。はい、チーズ。もう一回行きましょう。もう一回行きます。すごい。行きます。はい、チーズ。オッケーです。はい、お待たせいたしまーす。はい、お写真渡すのでちょっとお待ちくださいね。はい、どうもありがとうございました。結構な重さですよね。ヘビにヘビついてる。ちょっと私最近ヘビついてて、ちょっともう最近ヘビばっか飼ってるんですよ。ちょっとやばいですね、このタイミングで。あ、本当だ。そうそうそう。すごい。もう。そうなんですよ。ヘビ付いてますね。そうなんですよ。すごいネックレスも。そうなんですよ。あの足もね。ね、ちょうど合ってましたよこのヘビと。ありがとうございました。ありがとうございます。お待たせしました。本当だね。うん、いや大じゃん。すごいな。作品。モモちゃん。すごい。お疲れ様でした。ないよ。ね、ちょっとアイスちょうだいよ。はい。何それ、また。カルマさんの方。この飲み物ちょうだい。もうボディメンテだってもうメンテすることないのに。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。すごい良かったですね。マジでマジで良かったですよね。なんだこれ、うまい。え、そう、なんか明日飲もう。いいでしょ。半分くらいまで飲んじゃった、はい、本当に楽しかったですね。本当に楽しかった。いやでもこれちょっともう本当に小春の蛇腹人生の中での結構歴史に残るライブだったんじゃないかなと思ってますよ。半ピンチャーね。もう本当に楽しかったし、うん、ちょっと感動した。そうだよね、感動的だった。ちょっと自分に語彙力がないからすごいとか感動とかってしか言えないけど、本当にうん伝説的な夜だった。うん、いや伝説。いや、しかもなんかそのライブを改めて自分が、うん、配信を見れるっていうのは結構こっぱずかしいものがあるけど、すごいよね。あのライブの映像作品を売るっていうのはもちろんいっぱいやってるけど、結構昔のじゃん。昨日のとかさっきのじゃなくない？だって5分前のがもう見れちゃうの。いや、すごい時代だよ。これは新しい、なんかこう、まあでもこれは何、演者しか体感できないことだけど、自分が出たやつが5分後に見れるは結構びっくりだよね。結構びっくりだよね。いや、結構びっくりだよ。まあ、見たくない気持ちもあるけど、うん、やっぱ見れることの喜びの方がすごいわ。それはそう。やっぱもう、でもゆっくり見れるわ、これで心置きなく。いや、もうだってもうちょっと、や、もうや、もうやり直せないからね。もうやり直せない。7日まで見れます。7日の、うん、多分夜7時だっけな、まあ調べてほしいけど、うん、7日の夜までチケット買えて7日の夜まで見れる、うん、俺は見た方がいいね。最高だった。
いやー本当ですね。ちょっとこれは、これはやば。うん。ちょっとね、なんだろうな。すごいなーしか出てこないな。あとやっぱガンガラーの谷がとってつもないとこだったね。すごいね。自然のエネルギーみたいなものを体で感じたよ私は。本当？うん。すごいね、モモの大好き。うん、モモのなんか語彙の中で一番なんかあったね、ちゃんと内容が。うん、すっごいパウアーを感じた。パウアー、パウアー、なんかもうああいうとこ大好き。本当に行きたい、明日も明後日も。うん、なんかすごいとてつもないエネルギーで、もエネルギーが踊り出した感じだった。すごい、ピノがちょっと溶け始めてる。私も白クマ溶け始めたかも。すごかった、楽しかったな、ほんと特別な夜だった。ほんとですね。うん、ぜひ11ヶ月ぶりのライブ、そうライブという感じのライブ、うん、こう大道芸はやりましたが、ライブという名のライブね、うん、は11ヶ月ぶりでしたね。はい、ありがたかったね。うん、やっぱダブルアコーディオンのサウンドぜひ体感していただきたい。サウンドっていうかもうこれはね、うん、パウワ系アコーディニストだから、パウワ、うん、うちのパウワがねもう弾けてたよ今日は。一段とうちのアコーディオンパウワが弾けてた。あともう本当に改めて沖縄の良さをちょっと感じましたね。ちょっとマジでコロナが落ち着いたら本当にツアーの中に盛り込みたいと思います。うん、どうにか盛り込みます。これはちょっと今まだその沖縄で知名度のない我々ですけど、うん、どうにか盛り込んで、どうにか盛り込みますから、どうにか盛り込みます。やっぱテンションが合う気がする。あなたがね。あなたがね、うん、ハルリがね、そうね、うん、ぜひ、はい、7日までです。7日まで、うん、この伝説の夜を目撃してくださいね。いや、いいね、目撃したいと思います。目撃してくださいね。目撃します。それではアロハハロリー、さよなり。うん、おいしい、おいしい、いちご大好き、いちご多め。